思ってるよ、ね、でこの体というのはもう100年ぐらいで土の中に戻ってしまうよねところが皆さん心はどうみんなの心は永遠に生きたいと思うよねなぜでしょうかそれはね神様が霊人体というのを作ってこれが永遠に生きるように作られたからなんだよそれでは この体と心が住む世界がないといけないよねそれで神様は地上界を作ってこの体が住む世界としましたそれでは霊人体が住む世界がないといけないねこれが何かというと霊界ですそしてこの世界は永遠に 生活することができる世界なんだよねそこで一つ絵を見てみたいと思います私たち人間が死んだらどうなるだろうかということなんですねそこで人間とセミの例を出しましたこのセミは、ね、幼虫の時は六七年土の中に入っていて 地上に出てきたときにこの背中が割れてねそして空を飛ぶこのセミになるんだよねそしてミン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 鳴いてますそれと同じようにね人間も100年ぐらいで寿命が切れるとこの肉体は土に帰るんだけど霊人体っていうのがその時ね出てきてこれが霊界に住むようになっていくっていうんですそれでここに今日 持ってきたの何ですかこれわかりますねこれがセミの幼虫ですこのセミの幼虫はね長いこと土の中にいますけれどもそれがだん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 出てきてそしてここから成虫が出るんだよねこれだけ見たらみんなどうも,もぬけの体よねもう死んだ空っぽだよねこれと同じように。 この人間もこの肉体の寿命が切れるとこのセミの殻と同じようになってしまってこれだけ見るともう死んでしまったように見えるけれどもその霊人体が実はここから出て永遠に生きていくようになるっていうんですこのようにして私たちの人間と霊界っていうのは非常に密接な関係があるっていうんですねそれで次を見ましょう 今私たちはいろいろ地上で物を見たり感じたり楽しく生活してますけれども本来霊界もねこのテレビと同じように見ることができるって言うんです例えば霊界でねいろいろな出来事が起こったのはテレビの一チャンネルで起こっていることを見るのと同じだって言うんですねだからチャンネルをここでひねれば富士山が見えるって言うんですねそしてまた美しい花が見たいなと思ったら こここから送信さされれているこのまりを見れますさらには楽しいドラマが見たいなと思ったらまたリモコンでこれを見ることができるんですねこのようにして本来の人間はここに霊的なアンテナね霊的な五感というんですけどもそれを通して全て霊界の事柄を見ることができるようになってるっていうんですさてところで みんな霊界の話を聞くときに必ず出てくるものがあるよねそれは天国と地獄の話です一体天国と地獄ってのは誰が作ったんでしょうンマ大王様かなそれとも神様かなそこで次を見てみたいと思いますこの絵は 長いフォークを持ってね、肉を食べている絵です。この人たちは本当ニコニコしてるよね。どうしてでしょうか。これはね、自分が食べる前に相手に食べさせてるんだよね。お互いがそうです。ところがこっちはどうでしょうか。こちらの人は自分の口にまず入れを入れようとしていますけれども、フォークが長いもんだから決して入りませんね。そしてついには。 食べることができなくて、痩せこけて、死んでしまうんだよね。どうしてでしょうか。こっちの人の心は、常に相手のために生きよう、ために生きるという精神を持ってます。常に相手の人を喜ばそうと、ために生きる精神を持ってます。ところがこちらの人たちは、相手は構わない。こちらの人も構わない。まず第一に自分が大切なんだ もう完全に自己中心的に生きている人たちの集まりですだから孤独になってしまうし一りぼっちになって寂しいところに行きますそして腹を立てたりとかいつもカッカカッカしててねもう人を恨んだりして本当にここはもう苦しい世界ですところがこっちの世界は常にために生きるねそのような世界だからもう天国のようにみんながお互い助け合い協力し合い 尊敬し合い信頼し合い愛し合ってね本当にために生きてる世界なんですこれがいわゆる天国だよねこっちが地獄になっちゃうんだよねだから天国と地獄っていうのは円満大王様が作ったわけでもないし神様が作ったわけでもないんだよねこれは誰かというと人間だよね、うん、さてだとすれば神様はこのような地獄のような世界を作ろうとは思いませんでした どういうううい世界を作ろろと思ったんだろうねそれで次を見ましょうこれは人間が住む3つの世界のお話です最初にね赤ちゃんはお母さんのお腹の中に住みますお母さんのお腹の中には水があってねそしてへその緒でつながれて養分を吸い取って 大きくくなっていくんですそれが約10ヶ月ぐらいと言われてるんですねそしてここで生まれてくるんですギャーッと生まれた瞬間にこのへその緒が切られて養分のところが切られるから死んでしまうかのように見えるんだけれどもすぐに鼻の穴からね空気を吸って生きるんですよねだからここから新しくまた次の世界に誕生するんですこの世界が地上の生活で 100年ぐらいなんだよねそしてだん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 大きくなって立派なお父さんお母さんになって子供を産んでいくんだよね三大祝福を完成していきますだから神様の愛を中心として立派な夫婦となって立派な子供を産んで立派な家庭を作るんだよねそしてために生きる生活をどん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 していくんですそしておじいちゃんおばあちゃんになっていよいよ 死んでいくんですけれどもここで実は終わりじゃないんです次に神様は永遠に住む世界を準備してくれてたんですこの世界は何を吸って生きるところかというと神様の愛を呼吸して生きるんですこれが霊界なんだよだから霊界っていうのはね神様の愛を呼吸して生きるところなんですこの赤ちゃんがね地上で 生まれてくるときお母さんが何を最も願うかというとそれは頭が良くなる子が欲しいなそうじゃないよね最初に言うのは五体満足って言って本当に健康な子であれさえすればいいとお母さんは願うんだよねどうしてだろうこれはこの地上の生活で何不自由なくね元気よく生活して欲しいからなんだよね それと同じように霊界に行くときにね、何が一番必要かというと、神様の愛をね、この生きているときにたくさんたくさん受けて、そして自分の霊人体を大きく成長させていくことが必要なんだよね。だからさっき言ったようにために生きる生活をすることが大切なんだよね。このようにしてこの地上の生活っていうのは。 本当にに永遠を決定しまう決定してしまうようよ、ね、重要な期間なんです。この永遠と100年を比べてみるとこの100年はもう目をパチクリするようなねもうパチッと瞬間に過ぎてしまうような期間ですけれどもしかしこの100年というのは永遠を決定する、この瞬間の、ね、生き方が永遠を決定してしまうぐらいに重要な意義があるっていうんです。